つも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。今回は神奈川県の現役選手119キロ北井裕貴選手にお話をお伺いすることができました。それではどうぞご覧ください。北井選手が競輪選手になった動機をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、9年間プロサッカー選手として現役生活してまして、まあ、なかなかこう J リーグの選手としても長くできないっていう現実がありまして、まあ、30になる手前の29の年で競輪選手になろうっていうふうには思ったんですけど、まあ、その前の25歳ぐらいの段階から引退したら競輪選手になりたいなっていうふうには考えていて、やっぱりこうサッカーがやるのが好きでプロ選手として生活していたので、またこう自分自身の体を使って何かの競技をしたいなってっていう風な気持ちが強くて、多くの人は大体またサッカーに携わる仕事に就く人がほとんどなんですけど、またこう自分の体を使って第一線でやりたいなっていう風な思いから、競輪っていうのは自分に合っているんじゃないかなっていう風な思いがありまして、競輪選手になろうっていう風に思ったのがきっかけです。もともと幼馴染のお兄さんが、まあ、今も現役でやってるんですけど、あの神奈川の小菅誠さんという方で、身近にこう競輪選手がいたっていう風なのが、まあ、一つ大きなことだったんですけど、その先輩の小菅さんに競輪選手っていう生活はどういう感じなのかっていうのを一番最初にお伺いさせてもらって、始まりという形です。そこから小菅さんがまあ同じような形で、僕と同じような感じでこう J リーグの選手から競輪選手を目指した方がいるっていうふうなことで、神奈川の河野純吾さんを紹介してくださって、どういうふうな形で選手を目指したのかっていうのを話してもらって、まあ、最終的には河野純吾さんの師匠の高木孝之さんに弟子入りさせてもらうことになったんですけど、そうですね、まあ、僕が弟子入りさせてもらった時は3月だったんですけど、僕から試験まで大体半年しかなかったので、1回しか受けないということから、まあ、厳しい練習にはなったんですけど。1回だけって条件だったんですか？いや、僕自身の中で、まあ、年齢的にもありますし、まあ、家族もいたので、自分の中で1回というふうに決めて受けてみようかなというふうな思いで、高木さんにもそういうふうに話して、で、まあ、そういうふうな気持ちを汲み取ってくださって、まあ、ご指導してくださったんですけど、全く自転車も乗ったことなかったですし、まあ、半年しかなかったんで、まあ、練習は厳しかったですけど、まあ、本当にもう毎日付きっきりで見てくださったんで、まあ、厳しさっていうよりも強い熱い気持ちを持って指導してくださったっていう風な感謝の気持ちの方が強かったです、僕自身としては。なるほど、わかりました。だいたいまあ朝から6時半とか7時ぐらいからバンク練習して、昼ぐらいまでやって、そこからはまあ、大体街道練習中心の練習をして、夜にウェイト行くっていう形で、まあ、本当にもう朝早くから夜遅く、朝、まあ、5時台とかに出て、夜は9時とか、まあ、遅いと10時とかに帰ってくるっていう生活を、もう本当に弟子入りさせてもらってからずっと続けてました。まあ、まずは受かって、まあ、競輪選手になるこうきっかけをつかめたっていうか、まあ、そこがまた第一歩っていう風なことで、安心感っていうのはありましたし、もう本当こう家族がいて、まあ、子供もいる中で、もうずっと僕がこう練習に打ち込んで、なかなかこう家族の時間も取れなかったので、それでこう受かったっていう風なことで感謝っていう気持ちもありましたし、まあ、何よりこう師匠にそこまでこう見てくださったから受かることができたので、まあ、それなくしては達成できなかったことなので、本当にこう家族と師匠に感謝の気持ちでいっぱいだったっていう風な思いがあります。まあ、年齢的にも学校の中では上の方でしたし、若い子がいる中で、若い子の方が自転車経験は長いですし、まあ、そういう中でやる楽しさっていうのが一番ありましたね。まあ、僕はあの T 教場、滝沢先生の教場で滝沢先生からの指導を受けながら学校生活を過ごすことができたんですけど、まあ、本当に偉大な方ですし、こう競輪に向き合う基本というか、競輪選手としての基本っていうのを教えていただいて、それをこう学ぶことができたっていうのが、自分自身にとってすごい大きなことだなっていうふうに思います。まあ、ルーキーシリーズは2場所あって、まあ、本デビューは7月のここセブンで走らせていただいたんですけど、完全優勝することができて、セブンにすごいいい思い出があるというか、デビュー戦それで完全優勝できたのはすごい嬉しいことでした。デビュー戦のセブンで優勝できたっていうのはもちろんこう思い出深いことなんですけど、まあ、その後の平塚で走らせてもらった時に決勝2着で優勝することができなくて、すごい悔しい思いをしたっていうのがとてもこう印象に残るレースでした。また頑張ろうっていうふうな思いがこう込み上げてくるようなレースだったので、持ち味は長い距離を踏
組んでいけることが自分の持ち味だなっていうふうに思いますし、レースの中ではしっかりこう自力を出して日頃の練習の成果っていうのを出していければいいなっていうふうに思ってます。先頭で風を切ってなかなかそれで逃げ切るっていうのは簡単なことではないですけど、そういうふうな強い気持ちを持って普段から練習していて、強い気持ちを持ってレースにも臨んでいるので、レースの中では積極的に行きながら一着取れるレースっていうのを自分自身もそれを目指していますし、積極的にレースを動かして一着取れるような力強い走り、しっかりした気持ちを持って走りたいなっていうふうに思います。いつもケリージャーニーを楽しみいただきありがとうございます。次回もぜひお楽しみください。